はい、西くんです。今回はですね、コロナと CBD と大麻というテーマについて話していきたいと思います。あくまでも個人の考えです。あ、そういう考えもあるなくらいに気軽に聞いてもらえると助かります。かつ、まずは欧米の話からしていきたいと思います。欧米ではですね、今ベーシックインカムってものがもう間近に来てるんですね。実際実験した国もあるぐらいで、今のその失業率とかから考えると、ベーシックインカムしないと本当にみんな生きていけないんじゃないかと思っていまして、だからベーシックインカムがもう欧米は来ると思っています。ただベーシックインカムってことすることとするってことは、要はお金を集めないといけないし、家にいても仕事をしてもらわないと生産性がね上がっていかないわけで、そういった時に何があるかって考えるとですね、大麻って自宅栽培が簡単にできるんですね。しかもいろんな用途があると。家でミニトマトを作るくらい簡単だと言われてるんです。じゃあ大麻を許可しちゃってみんなが育てられるようにすると、大麻栽培っていうちょっとしたスモールビジネスがどこでも誰でもできるようになるんですよね。で、実際大麻草はあの CBD も取れるわけですけど、心の余裕、落ち着き、リラックス効果もあるし、ストレスが睡眠にも効くっていう面で、今のこの社会にめちゃくちゃ合っている。要は暴動、経済が落ちることで怖いのは人々の心の乱れ、暴動、事件ですけど、落ち着かせる効果があるのって経済、事件を減らすためにも効果があるんですね。し、栄養にもなると。で、じゃあ今度どこでもいいならみんな郊外に住んでいくと思うんですね。都会から離れていく。そしたら何が来るかっていうと、3Gのプリンターの家がもう今数十万でできて、多分量産するようになれば30万20万ってどんどん値段が下がっていくと思うんです。し、例えば企業が広告を打つっていう条件で無料で住めるようになるかもしれない。無料で CG プリンターの家に、郊外に、田舎、遠く離れたところにみんなが距離を置いて住むようになって、そこで大麻を育てながら自分で自給自足、かつちょっと売ったり、服なり何なり塗ったり、燃料を作ったりっていう生き方が来るんじゃないかと、あながち昆虫で思ってます。で、次行くのは昆虫食ですね。あの、まあ、ヘンプフードも栄養はありますけど、それだけじゃ足りないんで、ミドリムシとかの昆虫食がすごくコスパが良くて栄養価が高いと言われてるんで、で、そこにも広告が入ってくるだろうと。要はティッシュ配りをするように、クッキーとかに企業のロゴがあれば無料でもらえて十分な栄養があるっていう効果があるんです。で、大麻自体がですね、あの味覚を良くする、美味しいものを、食べ物を美味しいと思わせる効果があるって言われているんで、大麻が入ってることによってちょっと陳腐な毎日同じようなありきたりな食品も幸せに感じられる、感じさせることができるですね。で、もちろん儲けたい人は儲けます。いろんな欲望あると思うんですけど、その中にいい大麻を吸いたいっていう欲望が生まれれば、大麻で稼ぎながら、まあもちろんね、あのビジネス大麻になるだけになるわけじゃないんで、 IT とか他にもいろんなビジネスがある中で、そういう競争はもうモチベーションの一個に、いい酒を飲みてえと同じで、いい大麻吸いてえが入ってくると、みんな活性化するんじゃないかなっていうわけでですね、僕それで近い将来欧米は経済が回ってくんじゃないかと思ったりしてます。あくまでもちょっとした妄想考えぐらいに持ってください。で、じゃあ日本はどうかっていうと、まあ多分というか、タイマーは明白に違法だし、ベーシックインカムも夢物語かなと思ってるんですが、でもですね、おそらく生活保護の水準がぐっと下がって生活保護を受けやすくなるし、あとは CBG 自体は OK だから、その CBG のね、落ち着くとかも良くなるし、で、大麻草を免許制で取れるんで、要は免許も取りやすくなる、一般的にみんなが育てやすくなる、しっかり許可を得ればいろんな燃料なり繊維なりでも、日本でもヘンプ系麻としての文化が広まっていくんじゃないかと僕は考えています。まあ CBG のテーマでね、今まで話していって、今回最後のつもりで話を締めるのに、いや、あながち夢じゃないぐらいに、これから広まっていくんじゃないかなと思っている中で、こんな話をさせていただきました。次回はですね、西くんの歴史について話していきたいと思います。ありがとうございました。